今回は、テンポアドバンスの、この使いこなしのビデオを見てもらって、例えばこのメトロノームがあるからこそできる練習方法をいくつか紹介したいと思います。まず1つ目は、いつもかねてからやってるスイングする深いスイングの練習。5連符の5つ目に裏拍を合わせていく。最初は裏拍を合わせて、だんだん3連で合わせたりしていく。だんだんできるようになると思います。やってみます。 C。